続きましては4号艇です。池田明美選手です。おはようございます。よろしくお願いします。池田明美選手は、やっぱり4号艇、そうですね、はい、なんかまくっていくんじゃないかと思って、どんなまくっていくイメージありませんかね。どうですかね、ご自分の中では例えば4号艇になった時にどんなレースっていうイメージってのはありますか。あまり角をが好きではないのでおかしいですね俺はっきり言って、ね、池田明美選手とひろみ選手のねどっちがどっちかよく分かんないんですよ。まあまあそれはまあね、それなかなかね見た目ではね、それはそうですよ。どっちがどういうレースするんだったかなって思って、どっちかがでも角から行くの得意のはずなんだけど、まあ、その姉妹の中での比較はともかく、はい、まあ、改めてこれ池田明美選手のレースはこういうレースなんだっていうふうにおっしゃっていただくとするとあります、こう思ってることって。そういう意味ではこんなところを見てほしい、私はこうだ。いや、なんですかね、まあ、出てたらそれなりですけど、まあ、でもできればまくりたい方ではあります。あ、そうなんですね、はい、だから合ってます、大丈夫です。やっぱ合ってましたね。ただ4コースはちょっと角は苦手というはい、あ、苦手なんだ4コースは、はい、まあ、そのあたり予想の上でどう考えるかなんですが、あとはね、その、まあ、これも正直伺うのは近況の調子で、あとこれ秋に入ってこうどういう風にしていこうかっていう思いで今レースを走っておられるのか、ここぜひ伺いたいんですが。あんまり調子が良くはないですけど、うん、まあ、走る時は一生懸命1着狙って、まあ、それは変わらずそのつもりで走ってます。気持ちの方はこうしっかりと持ちながら、上がっていこうという気持ちを持ちながらレースはできてますかね。そうですね、まあ、一応甘えないように気持ちが、うん、で走ってます、はい。さて昨日の全県での様子はどうだったでしょうかね、雰囲気は。良さそうでした、出足が、うん、出足が良さそう、出足が良さそう。あ、まず好感触、はい、うん、あとこう逆に課題というか何とかしたい点がもしあればですが、現状はとりあえず、まあ、前県乗って今日乗ってぼちぼちいいと思うので、はい、まあ、このまま3レースなんでこのまま行ってみます、はい、3レース6号艇なんですけれども、コースどうしましょう。わかりません、うん、出たとこで、はい、わかりました。じゃあ最後に皆さんに一言お願いします。はい、いっそいっそ一生懸命走ります、応援してください。はい、池田明美選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて続きましてはこちらでございます、5号艇永井雅美選手です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたしま す, しします。永井選手のは5号艇選ばれましたけれども、えやっぱりもうドリームには欠かせないやっぱり外側の選手かなと思って外側の選手だというイメージだそうですがどうですか。え、4コースが好きなんですけど、ああ、じゃあ入れ替えたらよかったのかごめんなさい。なかなかうまくいかないもんですね、このあたりはね。あ、はい、そうだよね。本当は4コースが良かったです、まあ、5コースなりそうかなというところですけれども、でも4コース取ってもいいんですよ別にそんな簡単にはいかないですよね。だってね、だって自由なんでしょ、ね、あれ取るの。あ、もちろんコース本来ね、枠と関係ないんだよね、自由に取っていいんだもん、ボートレースはね。だから1枠だからって言って安心してられないさ、はい、みんなどっかに私イン取ってやるわって言って行けばいいんだよね行けばいいそうですでもなかなか5号艇で4角とか取りにくいと思うんですけどそんなわけにはいかないですよね、はい、やっぱりね、はい、難しいそうです。だしピット出た時に、はい、ね、いやいや私って顔してるじゃないですかじゃあ4号艇のさ、はい、うちをスポッと行けばいいじゃないですか。あ、まあ、一応ルールもあるんでね、やっぱルールはあるんで、一応待機行動ルールもありますんで、そう、無茶もできない、ね、ルールに沿っていかなきゃいけないんで、あれですけど、まあ、5号艇なんで今回は。ただちょっと朝から本体ご覧になってた、はい、あのあたりなんですけれども、現状どういう状況なのかっていうのからお話しいただけますか。前の人が転覆で帰ってるんで、うん、なんかエンジン壊れてて、でギアケースとプロペラも変わってたので、はい、やることがいっぱいなので早くピットに帰りたいです。あ、ごめんなさい、わかりました。え、じゃあもう終わらせないという、もう作業が待ってます。待ってね。なんかすごいでも寒そうに感じるね。はい、そうです。手が震えてます。だから早くもう終わらなきゃ、終わってほしいっていうそういう目で今見てます。明らかに、はい、ね。暖かくしてしないとね。そうなんです。いやいや、もう作業も忙しいですから。はい、はい。じゃあ忙しいので、もう最後に一言ぜひお願いします。はい。はい、意気込みの方。自分なりに頑張ってみます。よろしくお願いします。はい、永井雅美選手に伺いました。ありがとうございました。はい、後ろで大笑いをしてくださっていました。はい、中央へどうぞ。6号艇鎌倉涼選手です。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。鎌倉選手6号艇で、ええ、
やっぱりドリームには乗ってほしいなという選考ですか。玉倉選手はもうどこからでも行けるんじゃないかと思って、うん、あそういうイメージらしいです。いや6号艇は嫌いな、はいです6号艇は嫌いってはっきり言われてしまいました6号艇大体みんな嫌いますよね、はい、まあね、やっぱりなかなか難しい、もちろんね、はい、枠番ではありますけれども、はい、あと似顔絵についておっしゃるなら今だと思いますよ。いや似てないなとは思いましたあすいませんね、俺本当ね、似顔絵に苦手なんですよ実は。いや実は苦手なんですよ。で面白い似顔絵を毎年描いて、漫画家って言うだけで似顔絵を描いてくださいって言われるんで、はい、もうそれでいつも困ってるんです。ちょっと難しさもあるんですか、やっぱり似顔絵は。似顔絵難しいですよ。もう町の似顔絵描き屋さんの方がよっぽど綺麗に、はい、いやいやだけどこうやってね、せっかく頑張って描いてくださったら、こう選手の皆さんがこうやってね言うしね、はい、失礼なね。すいません。でも優勝したらまた似顔絵を描くんですけど、どうですかもういらなかったら優勝しなくてもいいですとか言ったんですそんなわけにはいかないですよね。そうですね、優勝はしたいですけど、優勝はしたいですね、はい、ぜひとも目指して頑張っていただきたいと思います6号艇なんですけど、まあ、その枠はともかく、はい、昨日の状況、全県での雰囲気ですが、いかがだったでしょう。はまあまあ普通ぐらいかなとは思います。普通ぐらい、はい。課題も特に見当たらなかった。ちょっとプロペラがいつも自分の乗る形とは違うんで、やっぱりそうなんですか、はい、ちょっと分かんないんですけど、まあ、それなりに悪くはないんで一回行ってみようかなと今、はい、迷ってます。例えば前半レース走った後でまた、そうですね、はい、叩くかもしれないです。まだいいというところまでは、はい、どっちも普通かなっていう感じです。はい、6号艇なんですけども、ね、作戦さっきの話でコース動けばね、6号艇ですけども、そうですね、まあ、インが欲しければ取ることもできますが、はい、今ね平高選手がね突っ込まれてかわいそうになって目で見てるわけですよずっとそう、ロコスから、はい、おとなしくいきます。ロコスだそうです、はい、ね、そうなんだ。まあ多分枠なりになるのかなという6人の選手の感じですけど、はい、最後に締めになります、一言お願いします。はい、最後まで一生懸命走ります、お願いします。はい、鎌倉梨央選手にも伺いました、ありがとうございました。どうもありがとうございました。